わらきれ抜刀斎です。また届きました。もうなんだかわかるよね。私のとこにこんな長い段ボールが届くということは、またあれですよ。早速開封しましょう。開きました。じゃあ拝見しましょう。よし、こんな感じで。うわ、すごい養生が、段ボールの養生がすごいね。いい養生。またこれ養生が繰り返すパターンだよ。あ、出ますもん。せーの、じゃじゃん。じゃあこちらをね、開封していきましょう。こちらは登録証ですね。ちゃんと丁寧に歯と使って書いてあります。見える？ほらね、すごく丁寧ですね。ほんとさ、わらきり家には定期的に刀が届くね。出ました、こちらでございます。白鞘も結構ね、しっかりした白鞘でいいっすね。じゃあちょっとここを片付けて、じゃあ早速ね、拝見しましょう。すごいね。見える？いや、見事、本当に。最後にね、刀はアップで写しますんでね、その時にぜひご覧ください。じゃあ一回ね、ちょっとしまいます。はい、ということで飾ってみました。なんでこう刃を下に向けて飾ってるか分かりますよね。これ実は刀じゃなくて太刀なんですよ。なので刃を下に向けて飾ってるんですけれども、こちらはですね、太刀で長さが刃渡りね 75.4cm で、反りが 2cm、 結構反ってますね。でこちら藤原兼房作の太刀なんですよ。こちらの刀は25代藤原兼房作なんですよ。で兼房って言ったら、まあ美濃の名門中の名門の刀匠さんなんですね。で初代の兼房が室町時代と言われておりまして、この兼房家は代々ね、美濃刀匠として続く名家なんですね。でこの25代兼房は
あの人間国宝月山貞一東照の元で修行して、それで家に戻って父24代藤原兼房東照の弟子入りして、それで25代を継いだという東照さんなんですね。一番最初にね、弟子入りした月山貞一東照っていうのはもうすごいんですよ。刀鍛冶で人間国宝なんですね。この月山っていうのは鎌倉期から室町に活躍した刀工と、まあその一派のことをね、月山と言うんですけれども、月山っていうだけあって、もともと出羽の国の月山を拠点としてたんですよ。だから今の山形県とか、まあ秋田県とか、まあその周辺、そこを拠点に活動してて、幕末に大阪に移り住んだ月山の系統の東照が現在まで残っているという形なんですね。刀鍛冶では、まあ、稀に見るね、人間国宝にまでなった刀鍛冶に弟子入りするんですね。で、月山貞一東照に学んだ後に、まあ、家に戻ってね、父である24代藤原兼房東照に師事して、25代を継承して、25代藤原兼房として活躍されております。その25代藤原兼房作の太刀となります。こちらはね、平成3年に作刀された太刀になります。なのでもう30年前になるんだね。30年前に作刀された太刀になりますんで、この25代藤原兼房東照が結構若い時の作品なんですね。なぜ今回この藤原兼房作の太刀を購入するに至ったかという経緯なんですけれども、まあ、これ購入したんですけども、ヤフオクで購入しました。あの前回の動画で日本刀の購入方法っていう動画上げたじゃないですか。なんかその動画の伏線回収みたいな動画になっちゃってるんですけども、別に伏線回収しようと思ってるわけじゃなくて、たまたま偶然ね、あの重なっちゃったんですよ。で、こちらは実は私のものではないんですね。私のね、知り合いからちょっとこの太刀どう、落札ちょっとしてほしいんだけどっていう相談を受けて落札しました。今回ご紹介するのはその方にも承諾もちろん得ております。それじゃあね、その25代藤原兼房作の太刀をね、じっくり見ていきましょう。あ、みんなね、喋るよりも早く刀見せろってね言うと思うんですけども、じゃあ見てみましょう。